それでは次の特集です。今世界で記憶の再生技術に関する研究が進められているのはご存知でしょうか。今日はその最先端を走るあるアメリカの大学の特集です。こちらはビクトル・コンドリア大学。一見普通のキャンパスに見えるこの大学、しかしこの学内では今ある大きなプロジェクトが進められています。変えましょうか。あ、待って、カガリさん、わかるんですか？構造、記憶を捏造することはできるかっていう話。へえ、すごいですね。僕には難しくて、何が何だか。そう、そんなに難しい話じゃないよ。記憶は脳の中の海馬っていうところが司ってるんだけど、その中に視上海って呼ばれるところがあるのね。そこで行われる神経細胞の生産が既存の神経回路の再編を引き起こすの。それによって記憶の忘却が誘発されるんだ。で、この研究チームがマウス実験をしてみたら記憶の捏造が見られたっていう話。あ、ほら、あの奥の部屋、あそこでマウス実験なんかをしてるの。あの、カガリさん、もしかしてこの大学知ってるんですか？だってなんだか詳しそうな口ぶりでしたし。この部屋で行われたマウスを使った実験、それによって研究チームは。ううん、知らない。でも今、わからない、知らないけど、なんでだろう。さっきは知ってるような気がしたの。
いいか、おめえの頼みを聞いてやるわけじゃねえ。それだけは忘れるんじゃねえぞ。感謝します。岡部、おめえら一体何に関わってやがる？それは話せねえってか。頼み事するだけして随分と虫のいい話だな。すみません。だがそれでいい。え？情報ってのは最後の切り札だ。そこでペラペラ喋っちまうようなら俺は降りてたぜ。ま、せいぜい気をつけるんだな。ありがとうございます。わかった、わかったから。そうやってかしこまんな。どうにもやりにくくてしょうがねえ。かがりさんの記憶のことで気になることがあって。かがりの？あ、とは言ってもこれが記憶を取り戻すことにつながるかどうかはわからないんですけど。構わない、気になることがあるなら話してくれ。はい。テレビでそれを見ていたかがりさんがまるでその学校を知っているような口ぶりだったんです。アメリカの大学？どこの大学だ？なんだか難しい名前の学校で、確かビクトル・コントル？ビクトル・コンドリア大学か？あ、そうです、その学校です。でしょう、何か手がかりになりそうでしょうか。さすがにそれだけじゃ何とも言えないが。そうですか。でも手がかりにならないというわけじゃない。確かめてみる必要はあるな。改まってお話って何かな？
話はちょっと待ってくれるか。もう一人呼んであるんだ。もう一人？お邪魔します。あ、真帆さん、こんにちは。はい、元気？それにしても本当にクリスに似てるわよね。じゃあ何？つまり彼女がうちの学校にいたかもしれないっていうの？ちょっと待って、そんなこと言われても私、そのなんとかトルコドリア大学なんて知らないよ。ビクトル・コンドリア大学。ほらね、名前だってちゃんと覚えてないんだもん。でも昨日は知っている様子だったんだろ、ルカ子。はい、奥にある部屋でネズミさんを使った実験を行っているって。そしたらその後本当にその部屋での実験の様子が映って。カガリはそのことは。ね、覚えてない。漆原さん、その研究室どこだったかわかる？詳しくはわからないんですけど、脳とか記憶とかそんな研究をしているって言ってました。ということはもしかすると脳科学研究所かもしれないわね。私が所属しているところよ。それじゃあ、もしかしたらカガリはヒアジョーさんやクリスと会っていたかもしれないということか。あくまでも仮定の話よ。脳科学を研究しているところは一つじゃないし、私のいるところだって陰性だけじゃなく一般の研究者もたくさん出入りしてるもの。私だって研究所にいる人間全員と顔を合わせたわけじゃないわ。ただ同じ日本人となると見かければ記憶には残っているでしょうね。ルカ子、他にカガリのことで気になったことはないか？カガリさん、時々びっくりするくらい難しいことを知っていたり。
私だって難しいことくらい知ってるもん。例えば？バラとか憂鬱とか。昨日はテレビで記憶の捏造について放送していたんですけど、それもなんだか詳しそうでした。記憶の捏造ね。確かにその研究をしているチームもいるわ。私たちも一度話を聞かせてもらいに行ったもの。カガリ、今その話はできるのか？それがよくわからないの。私、本当にそんなことを話してた？話してましたよ。今までにこういうことはよくあったのか？最近まではそれほど。この何日かで急に。話をせかせすぎたかもしれないな。そうね、負担が大きかったのかもしれないわね。本当に平気？うん、大丈夫です。ありがとう先輩。君今確かに。嘘、私そんなこと。いいえ、間違いなく言ったわ。漆原さん、あなたも聞いていたわよね。はい。お邪魔してます。うん、魔法店も来てたん？
その呼び方はやめて。足りるかな。ひーふーみよかった、大丈夫みたい。何が大丈夫なんだ。ほら、この前駅前にできたアトルあるでしょ。あそこに美味しそうなプリン売っててさ、たまにはと思って買ってきたんだけど、人数分あるかなって。ダル、後にしろ。何みんな難しい顔して。僕がこんなん買ってくるの、そんな珍しい。まあ確かにその通りだけど、ちょうどバイトで結構な臨時収入が入ったんだよね。仕事ができる上に気配りと収入を持ち合わせている僕に惚れてもいいの。あれ、スプーンが一人分足りない。さては店員のお姉さん、入れ忘れたな。使ってないスプーンなら確か流しのところに。あ、私マイスプーン持ってるから。かがりさん、マイスプーンなんて持ってましたっけ。え、かがりさんが持ってたのってウーパのキーホルダーだけだったような。あれ、そうだよね。おかしいな、なんで私持ってるなんて。なあ、ヒヤジョーさん、向こうで君のことを先輩と呼ぶ人間は何人いた。一人だけよ。先輩とか後輩とか、そういう呼び方とか関係は日本独特のものだから。私を先輩と呼んでたのはクリスだけ。クリス。カガリ、君はマキセ・クリスのことを知ってるのか。クリス、マキセ・クリス。マキセ・クリス。無理はしなくていい。急いで思い出す必要は。うん、このままにしとくのもなんだか気持ち悪い。何か思い出せそうなんですか。わかんない、わかんないから、オカリンさん何か話して。え、ちょ、一体何が何なん。Thank you.
カガリー。じゃあ、いくつか質問させてくれ。君の父親はどこにいる？パパは死んじゃった。子供の頃に。それじゃあ、栗ご飯と言ったら何を思い浮かべる？栗ご飯？何なの？答えてくれ、カガリ。栗ご飯、カメハメハ。お、タイムトラベルの主な理論がいくつあるか知っているか？11。全部で11。あれ、違ったかな。11の理論を具体的に説明できるか？中性子星理論、それからブラックホール理論に光速理論、タキオン理論、ワームホール理論、エキゾチック物質理論。宇宙紐理論、量子重力理論、セシウムレーザー光理論、素粒子リングレーザー理論、最後にディラック反粒子理論。全部。